はい、今回はドラッグの使用者の見分け方を、ご説明したいと思います。この図のように上から大麻、最近解禁されて日本でも大麻をしている方が多いとニュースなどで聞いていますが、これを行うと食欲や性欲などが増し、特にクリエイター側の人には有効だということでやられる方が多いと聞いております。左下から覚醒剤、攻撃的になるので昔からある良くないものですね。そして右下 LSD、 こちらはですね、よくクラブシーンなどで幻想だとか見るからやられてる方が多いですね。そして真ん中抗うつ薬、これはですね、この3つを足したものであり、まあかなり危険なものであります。その他コカイン、MDMA、ヘロインなど複合的なものがありますが、こちらは各特徴がありまして、かなりクラブシーンでやられている方は多いですが、微妙な違いみたいなものがやはりオーラから出て見える時があります。これらはですね、一例四根と言いまして、昔から仏教などで解明されていまして、下からノルアドレナリンの覚醒剤、真ん中に大麻や LSD などがあり、高次なものに DMT というものがあります。こちらはアヤバスカなどでシャーマンの儀式で使われているもので、かなりこれがレベルが高いものと思われます。受生行式哲学といいまして、こちらも仏教的なものなんですが、正常の場合式といいますが、外界の世界を主漢字五感六感で知覚したものが、そう脳内のイメージとなり、行行動として知識知識として脳内にメモリーとして残っていくという考え、いわゆる脳科学みたいな哲学です。これを麻薬患者に当てはめますと、麻薬摂取をして脳内物質を得ます。そうすると幻想的なパラメーターの変化が脳内に起こり、高揚体験、幸せだなと感じてしまいます。それによってまた使わなくてはならなければという依存が起こるという現象が麻薬ドラッグだと思われます。これらはですね、私たちドラッグに頼らなくても、この脳内物質 DMT は瞑想で得ることが可能なので、寝る前の数十分の瞑想など前にするようになれば、全体的に少しずつ少しずつと上がっていき、精神的な幸せみたいなものを感じられるようになります。今日はプロファイリング麻薬使用者として、麻薬をするとどうなるのかという話をしてみました。ご清聴ありがとうございました。